国鉄12系客車、たるみ鉄道を派遷系客車、たるみ鉄道を派遷系客車は、東海旅客鉄道からオハ12系、客車3両を譲り受けし、1990年から2005年まで使用されたたるみ鉄道の客車である。同様に、JR 東海から譲り受けしたスハフ12系、客車2両を改版した、たるみ鉄道スハフ1100系客車と共に運用された。 本校では、スハフ1100型についても記載する。1984年10月に、日本国有鉄道、タルミ線を第3セクターに転換して開業したタルミ鉄道では、開業時から国鉄オハフ33型客車を改造、改版したオハフ500系客車による列車をラッシュ時に運転していたが、これの置き換えのため、1990年、 1992年に JR 東海から12系客車系5両を譲り受けし、オハ1000系、スハフ1100型とした。1994年に JR 東海から14系、客車5両を譲り受けして、オハ2000系、スハフ2200型とし、オハ1000系、スハフ1100型は、オハ2両を廃車の上をハフ800系客車に代わって、 沿線の薄墨桜観光用の臨時列車、薄墨ファンタジア専用化され、薄墨1系客車と編成を組んで使用された。2006年3月に、タルミ鉄道の貨物列車、機関車牽員客車列車が廃止されるのに先立ち、2005年3月に廃車された。タルミ鉄道では国鉄、JR 時代と車体には外部塗装を除いて変化がない。入線時は、 車体裾その帯が二重線となっていたが、1999年頃に車体裾その帯が消され、倉庫の帯色が桜色に変更されている。スハフの側面倉庫には、タルミ鉄道の車掌が描かれた。1990年3月に、オハ1000計算量、スハフ1100計1両が JR 東海から購入され、オハフ500型に変わって、 ラッシュ時の輸送力確保用列車に使用された。車体その帯が二重線になり、スハーフの側面倉下に、タルミ鉄道の車掌が描かれた以外は、JR 時代の姿のまま使用された。1992年には、スハーフ1100系一両が追加され、通常は三両で運転されていたことからオハ線型が1993年と1994年に一両ずつ。 廃車されている。1999年頃には、裾の帯が消され、倉庫の帯が桜色に変更されている。1994年には、JR 東海から14系、客車古量が購入されて、オハ2000系、スハフ2200型となり、オハ1000系、スハフ1100型は、関応シーズンに、薄積み1型と編成を組んで運転される、臨時列車。 薄積みファンタジアに転用され、おはふ800型が廃車となった。関央シーズン以外は、北方幕和駅に留置されていた。2006年3月に、タルミ鉄道の機関車牽引列車が廃止されるのに、先立ち2005年3月に廃車された。ありがとうございます。